はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はついにこの装備が作れるようになりましたよ。これ探検の一番強いやつ、聖王のナイフですね。これ能力がすごくって2回攻撃ができるんですよね。まあ片手剣のハヤブサの剣みたいな感じですよね。ナイフで2回攻撃ができる、これをね強いんじゃないかと思って心待ちにしてたんですよ。で今俺が使ってる職業が踊り子なんですよね。踊り子で扇を使って、今戦ってるんだけども、この風林火山が結構強くって、ダメージ結構出せます。一度ちょっと見てみましょうか。キングヒドラにやってみます。装備が中途半端でスキルパネルがない時の剣の舞。あれね、900ぐらいしかダメージ出なかったんだけども、スキルパネルを入れて強い装備に変えたところ、かなり出るんですよ。こんな感じ。まあまあ、スーパーハイテンションになってるから、1700ぐらい出たんだけども、まあ、スーパーハイテンションじゃなくても、1300とか出ますね。これって、天下無双と、そこまで変わりはない。まあ、若干天下無双が強いけどね。うん。で、この武器を、聖王のナイフに変えると、2回攻撃でしょ。それで、剣の舞をしたら、むちゃくちゃ強いんじゃないかなと思うんですよ。うん、この状態で、1700ぐらいだから、これ、2000ぐらいいくんじゃない?では、ちょっと、試してみましょう。それでは、聖王のナイフ作っていきまーす。皆さん、どうやって作ってます?俺は基本的に、まず最初、この2つぐらいの時は、乱れ打ちを、とにかくやりまくって、で、最後にちょっと、調整する感じですね。で、ゲージが4つあるやつ、6個あるやつに限っては、超4連打ちをやっていってるんだけども、これ正解なのかな?うん、何が正解かちょっとわかんないですけども、まあ、とにかく、この2個とか3個とか、それぐらいしかないやつに限っては、この乱れ打ちで、最初のうちはやっていきます。で、もう少しだなーってなった時に、危ない。この4倍、あ、3倍打ちとか、そういうやつで叩いていくんだよね。これ2倍ぐらいでいいんじゃないかな。いや、3倍でいけるか。3倍いけ。OK。ここは結構打っていって良さそうね。あー、で2倍ぐらいか。OK。いいよ。これでいったでしょう。とてもいい。ナイスでーす。で、プラス3の出来上がりですね。はい。ということで、もう1個、プラス3、作ってみましょう。それでは、装備ができましたので、付け替えてみましょう。今、風林火山2つ装備して、攻撃力が684。ですね。結構高いよね。で、これを、聖王のナイフ。あー、下がるね。あ、そうか。スキルパネルを探検のところ全然入れてないからだ。だからかな。攻撃力は、あー、ガタ落ちした。150ぐらい減ったな。ちょっとスキルパネルを入れ替えてみましょう。スキルパネル入れ替えてきました。攻撃力が666まで上がってます。あー、でも、扇を2つ装備した方が攻撃力は上なんだね。まあ、でも、聖王のナイフは2回攻撃だから。2回ですよ。なので、多分こっちの方が上じゃない?見てみましょう。それでは、見てみましょうか。さっきと同じくスーパーハイテンション状態です。剣の舞。4回攻撃だから、かける2で、8回攻撃する?いけ!
33減ってる。しかも劇的に減ってるぞ。どういうことだ。攻撃力は20しか違わないんだけど、むちゃくちゃ弱くなってる。どういうことだ。あ、ちょっと待って、見してね。多分あれか、2回攻撃じゃなくって1回しか攻撃してないとかかもしれないよね。ちょっとね、もう一回見てみよう。もう一回剣の舞。会心の一撃出たんだけど全然ダメージが増えないで、ダメージも5発なのよ。となると、そうか、攻撃力が2回攻撃だから減ってるのよね、一発一発が。その状態で5回しか戦わないからダメージが出ないんだ。そうか。じゃあこの2回攻撃のやつってスキルとの相性は悪そうですね。あ、じゃあ今みたいに通常攻撃をすれば強いんじゃない。通常攻撃だったらばいいんじゃないですか。だって4回攻撃するでしょ。でそれで会心の一撃がめちゃくちゃ出ればすごいダメージ出せると思うんで、どう。いやー、ダメだダメだダメだなー。これじゃあちょっと使いにくいかなー。もうちょっとね、会心の一撃がいっぱい出てきてくれればいいんだけど、全然出ないな。器用さはね、ものすごい高いんで、会心の一撃出やすいちゃ思うんだけども、どう?ダメだな。会心率は、マイユの方が上だな。マイユの方がね、器用は全然、低いのよ。半分ぐらいなんだけども、でも聖剣爆撃、これね、会心率ものすごい高いんで、これ探検失敗したかもな。わかった。これわかったわ。あのね、特技が必要なんじゃない?会心。会心率がこれ、すごく上がるんで、これを入れた状態での探検が強いと思う。おそらく。オッケー。ちょっと試してみましょう。会心の一撃が出れば、確かにダメージはね、出る計算なのよ。剣の舞。そもそも会心があんまり出ない。ダメか。ダメか。他の人たちは配信を出すね。通常攻撃してみよう。通常攻撃を。通常攻撃はなんか配信が出たね。で、配信が出れば、剣の前ぐらいのダメージは出せる。けども、それだったらば、探検じゃなくって、扇を装備してた方がいいよね。いやー、これあれ ?1 回の攻撃につき、クリティカルって、1回しか出ないの ?4 回攻撃でも、4回とも会心の一撃っていうことは、ないのかな?どうなんだろう?いやー、でもね、それにしてもね、あれだわ。探検は、良くない。聖王の探検が多分良くないんだわ。いや、これはね、ちょっと作る価値がないかもしれません。はい、ということで、今日は、これですね、聖王のナイフ作ってみたんですけども、弱かった。もしかしたら強いかもしんないですよ。俺の使い方が悪いだけで。
でも俺が使った感じはこれはよろしくない、全然よろしくない、もうむしろ一個手前の、攻撃力風林火山つけた方がマシだもんね。こっちの方が断然ダメージ出せるので、俺はこっちの方がいいかな。まあ、もしくは西欧の扇でいいよね。そっちの方を装備した方が良かった。もう探検点でダメだったな。会心の一撃がもうちょっとたくさん出れば話は違ってくるんだけども、思ったほど会心の一撃出ないですね。バフを入れたとしてもそんなに出ないので、やっぱり踊り子は探検ではなくって扇の方が向いてるのかもしれません。はい、ちょっと俺の使い方が悪かったらすいません。今日はとりあえずこんな感じです。で、わざわざちょっとね作っちゃったんだけども、一個手前でセーブしてるので巻き戻します。ナイフはちょっといらないかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。